バースデー、さあ、吉田トゥーサー、ラッオー、野島 T リーグ2019-2020シーズン、高山リベッツ対琉球アスティーダ、第3マッチが始まります。吉田正樹のサービスからです。オーバー、ポイントは吉田ですが、早速チキータから返してきました吉村真晴です。2本目ネット越えていきません。吉田正樹の連続ポイントです。今度は吉村真晴です。ネット越えていきません。吉田正樹連続ポイント、3対0です。練習の時も吉田正樹ちょっと動きよく良かったように私見えたんですけれども、どうですかね今。そうですね、出足から2本サービスエース取って、レシーブも1本目から回り込んで、はい、はい、ここはネットからオーバーしました。ポイント吉村真晴です。吉田のサービス1本目、今リードしています。打っていきました吉村真晴、ポイント3対2。吉田選手って本当にこう手堅いプレーと、はい、戦術をすごく変えてくるんですね、うんうんうん、サーブの出す位置、はい、配球、コース取り、はいはい、だからなかなか慣れないんですよね、みんなが、はい、そのなんか強さが分かりにくい部分があって、はい、もう本当漆銀の卓球とでも言いますか、はいはい、なかなかの戦術眼のある選手だと思います、はい、今度は吉村真晴の1本目です。ちょっとオーバーしました。前にボールは落ちたんですが、その後向こうには落ちませんでした。サービスミスになりました。5対2です。2本目、うん、これはオーバーです。吉村真晴です。5対3です。いろんな戦術を多彩に出してくる吉田ですが、ここのサービスはどうでしょうか。1本目です。ネットにかかってオーバーしていきましたので、サービスやり直しです。1本目、オーバー。そうですね、サービスエース、これで3本目、はいはい、なかなかやりづらそうにしてますね。うん、うん、オーバー。今度は吉村真晴です。6対4です。吉村真晴もこの吉田の戦術は当然頭には入っているとは思うんですが、ちょっと今日はなかなか対応しきれていません。ただ徐々に追いついてきました。そうですね、はい、ラリーでしたら真晴が点数取ってますね。うん、吉村真晴サービス2本目、これはオーバーです。追いつきました吉村真晴です。そうですね、真晴のアップダウンサーブは本来すごい威力があるんですけど、やっぱり元チームメイトですからね、効かないですね。あ、はい、そのあたりは吉田ももう十二分に対応してきています。ラリーになると今のところ流れは吉村真晴です。これで吉村真晴が勝ち越しました。4連続ポイントです。 7-6。 吉村真晴としてはこの流れでいきたいところですかね。そうですね、うん、はい、次の1本大切ですね、はい、大丈夫、オーバーしました。吉村真晴ポイントです。
攻めている感があるのは吉田なんですけれども、流れが徐々に吉村真春に移ってきている感じがあります。これもオーバー、9対6です。この辺りは両選手ともやっぱり手の内分かってるから 6連続ポイントなんですが、そうですね、枠吉村の流れになってきている感じですが、どうでしょうか。あ、連続ポイント、7連続ポイントですね。一気にゲームポイントです。吉田1本目、ミドル直接打ってきました。7対10になります。ここは吉田が攻めていきます。8対10です。まあ、吉田選手もあの競った時の思い切りはいいですからね。そうですね。このサービス吉村真春としては取っておきたいところです。取って一気にゲームを決めたいところですが、どうでしょうか。1本目です。ネットからオーバーしました。ポイント吉田です。今のプレーはいかがですか。アップダウンサーブ、アップちょっと見間違えてレシーブちょっと大きくしたんですけど、はい、クロス待ってましたね。はい、今度は吉田3連続ポイントです。吉村真春、ゲームポイントはまだ続いています。2本目、ネット越えませんでした。吉村真春が取りました。第1ゲーム吉村真春11対9で取りました。